女は静かに眠りについた。永遠に目覚めることのない眠りに、神様は残酷で彼女の命に駆け足を命じた。間は18歳で90歳の少女だった。瞬く間に通り過ぎる時間に急かされて、大切なものをたくさん取りこぼしてきた。恋を知りたいと願いだから、恋を知らないまま恋を知りたいと願いだから、恋を恐れたまま老女の体に少女の心を閉じ込めて、鏡は全てを見ていた。少女の心を鏡は全てを見ていた。老女の間の眠りをいたわるように、外では柔らかな雨が降り始めていた。